前方5キロ先、上空に敵鋭確認。全軍、爆撃に備えられたし。5キロか。まだ少し時間があるな。そうね。そうだな。でも、だが、用心するに越したことはねえぞ。ねえぜ。ぐんちゃん、どうかしたの？なんだか口調がいつもと違うけど。お気になさらず。前衛、もっと散って。固まってると危険よ。かしこまりました。なんでかしこまるのよ。なんだか変だぞ、夏目。深海魚の踊り食いでもしたのか。滅相もございません。お、最前線はこの農業坊主に任せてくれたまえ。馬引け。今、馬とおっしゃいまして。それより王子って聞こえなかった？空耳かな。いいですいいです、どうぞお構いなく。また何か妙なことが進行している予感がするのだけど、気のせいかしら。奇遇ね。私も同意見よ。うん、いいよいいよ、みんな真剣にやっとりますな。右側は伊予島さん、左側はスミちゃん。私と石化で中央に照準を合わせましょう。わかりました、東郷さん。あ、わかり、了解です、東郷さん。了解、東郷殿。え、違うよ、スミちゃんはちょっぴり皮肉屋の秀才くんなんだから、一言多めに喋るの。あ、うん、それくらい言われなくても分かっています。心配性も大概にしてください。え、気にしない気にしない。でもあなたがそんなことでは我が軍の先行きが思いやられますね。はあ、嘆かわしい。違う違う、それじゃ生意気すぎ。もっと小生意気さの中に幼さもにじませて。難しすぎます、アンズさんは意地悪だ。あー、それそれ、今のとっても可愛い。気にしない気にしない。はあ、完成形が楽しみだにゃん。たっぷりのウォーターを吸いたまえ、思う存分吸うのだ。うたの、少し休憩したら。ありがとう、我が麗しの水戸姫。な、何その呼び方で、何その T シャツ。ああ、これかい。本日より私は水戸姫のために農業王子になったのです。それどういうこと、どうして急に降格したの。すべては美しいあなたをプリンセスとして城にお迎えするためですよ。何言ってんのか全然わかんない。喋り方も変だし、まさか熱中症。おたわむれ坊、水戸姫、本当にあなたは可愛らしい方だ。いや、やめてよ、どうしちゃったの。なんか、なんか気持ち悪い。気持ち悪い。どうしてよ。おい、農業王子よ、王子様よ、素敵でしょ。うん、全然。くっ、まだキャラメイクが未完成なのね。ブラッシュアップを急がないと。え、キャラメイクってどういうこと、ちゃんと説明して。実はそのね、カクカクしかじかで。え、私のためにやってることなの。だってだって、バレンタインの時私みーちゃんのこと喜ばせてあげられなくて。
そんなこと。まあチョコ自体は少しあれだったかもしれないけど、でもね、私はどんなイベントの時でもウタノンと過ごせるだけで幸せを感じるし、私が好きなウタノンは王子様じゃなくて農業王で、いつもの普通のウタノンなんだよ。みーちゃん、白馬に乗ってなくていいの？舞踏会に誘うイケメンじゃなくていいの？いいよ。だってそんな風になっちゃったら他の人もウタノンに夢中になっちゃうし。え？ウタノンにはいつだって私だけの農業王でいてほしいんだもん。みーちゃん、ウタノン、ウタノン、ウタノン。だからね、ウタノン、王子様の衣装を着て人前なんかに出ちゃ嫌だよ。出ないわ、絶対出ない。白鳥ウタノは今日でイケメン5を脱退します。はぁ、よかった。さて、私の作業はあらかた済んだと。キャラメイク担当アンズの守備は？大変です、セッカさん。今ウタノさんがメールで辞意を表明してきました。なんですと？それじゃあまたイケメン4に逆戻りってこと？残念、残念すぎますよ。それは誰か他に勧誘できそうな人はいないでしょうか？他にね。あ、芽吹きは？スラッとしててキリッとしててよくない？いいとは思いますけど、説得する自信もつけ込めそうな隙も全くありません。それもそうか。あ、だったらしずく、地陰の対立グループの不良。あー、それ素敵、ウエストサイドストーリーみたい。無理。そう言わないで、助けると思って。お願いだからさ。お願いされても、しずくはいつ出てくるか私にもわからないから無理。ああ、そのことをすっかり忘れてました。はあ、いいアイデアだと思ったのに。なんだなんだ、何かひらめいた？しずくさんが無理ならしずくさんです。あ、まだ不完全な変身能力しか持たない未熟な小狐妖怪なんてどうでしょう？いいわ、半ズボンにモフモフの尻尾、それにピンと立った狐の耳、絶対似合いますよ。そうと決まれば一刻も早く採寸もしましょう。絶対やだ。逃がさないよ、諦めてイケメンにおなり。おとなしくしてくれればすぐ済みますから。それてめえらごときに俺が捕まるかよ。しずくをいじめるやつはこの俺が。あ、レアキャラ出現。逃がしません。おい、なんだ、やべえ、この俺が鳥肌だと。逃げないで。うわ、こんなん逃げるしかねえだろ。完成型勇者のカリンさん、私の紅茶はお口に合いまして。いいんじゃない、やっぱり勇者にはこういう休息も必要よね。そんな突風が吹いてるのによくそんなことが言えるよ。ここで一句。この紅茶、いいねと完成型が言ったから13日はヒーロー記念日。一句読む必要ある？ヒーロー記念日、悪くないわね。ヒーロー記念日って何さ。
なんだあいつらは。この俺をここまで息切れさせるなんてただもんじゃねえな。これ先月しずくがくれたチョコか。ずっとポケットに入れてたんだな。なんか食うのもったいない気がしてたけど、食った方がしずくは嬉しいのか。食ってやるか。雨でもうめえ。なんなんだよバレンタインって。ありがとな、しずく。え？おめえら、なんでこんなとこにやがる？それはこっちのセリフですわよ。しずくでもそんな優しい顔することがあるのね。びっくりした。意外だったけど、ちゃんと女の子してて可愛いじゃん。逃げた。しずく、やっと食べてくれたんだ。よかったわね。美味しかったって言ってたよ。うん、このチョコがいいねとしずくが言ったから、13日はしずしず記念日ですわね。ヒーロー記念日はどこ行ったのよ。いや、そもそもヒーローって男だし、ヒロイン記念日じゃダメなの？それはダメ。ヒロインだと一般的に守られる感がつきまとうでしょ。確かに。でも不思議ですわ、スズメさんにはヒロイン感が全くありませんのに。え、でもそれって私はヒロインではないけど守ってあげたいキャラではあるってこと？いいえ。じゃあどういうことなの？しずく、異世界楽しんでる？チョコ食べてくれてありがとう。